は、だってやってくれたのかな。若干エイムが良くなってきた。だから若干エイム良くなってきた。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今回はですね、ちょっとジム帰りで顔が疲れているのでカメラの方なしでやっていこうと思います。別におめえの顔なんて見たくねえよ、うっせ。はい、というわけで今回使っていく武器迷彩はこちらですね。リッパルサーバンドル購入価格1100コールオブデューティーポイント。たっけー、これマジでたっかたっか。購入するとブラックアウトキャラクターリプレイサーとソードフィッシュのマーク2固有武器が手に入りますと。で、このおっちゃんなんだよっていう話なんですけど、これはまあ代々こう COD BO シリーズでその実写トレーラーで出てくるおじさんですね。確か、俳優のピーター・ストーメアが演じているまあおなじみのキャラクターってことなんですけど、それがまあついにゲームでも使えるよっていう。でもこれブラックアウトキャラクターって書いてあるから普通のマルチでは使えないという感じかな。で、最近のやっぱ COD の課金アイテムめちゃくちゃ高い。で、今作もね、ほんと1回ぐらいしか、300円ぐらいのなんか武器メーサー1個買ったぐらいなんですけど、まあね、高いけど、まあ、かっこよければ買いますっていう感じですね。なので今回まあ、見た目かなり僕お気に入りなので買ってみようと思います。はい、というわけで、購入。はい、というわけで見た目こんな感じになってますね。かなりかっこいい。はい、というわけでやっていきたいと思います。で、最初にね、カメラの話したじゃないですか。で、なんで僕は顔出しするかっていうと、もちろんね、スポンサーの話もあるので、まあ、顔出しをしないといけないっていう立場でもあるんですけど、こう、昔からね、海外のこう、実況とか、まあ、プロシーンとかをね、ずっと見てたんで、なんか、顔出しするのは普通だと思ってたんですね。実況動画も、やっぱり海外だと一般の全然人でも顔出しするし、まあ、一般の人でも Twitter のアイコン顔にするし、だから、あんま、日本みたいにこう、顔をね、隠すっていう文化がないので、まあ、それがね、普通だと思ってたんですよね。だから、顔を出すことにそこまで抵抗がなかったっていうのが一番理由にあります。さあ、そんなこともたまに話しつつ、センターぶち抜いていって、なんとか勝っていって、まだそこにいた。なんか邪魔なもん置いてある。なんだあれ。どんな置き方してるんだあれ。しかも。しかも左が普通に入れるじゃないか、あれじゃ。なんだあれ。邪魔なだけだな。まだあるでしょ、これ。おい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 。おお、登ってきた。しかもナイス壊しだね、これは。おい、抜いていく。で、ローテしとこう、これも。さあ、敵の方が早いと思うな。奥と取られてる。でね、ここの次の日本のエリアね、ここ押さえてないと。どっちか片方はしっかりリスを取っておきたい。ここ味方湧いてくれれば大丈夫。味方は湧かないってことは敵が来ている可能性がある。あ、味方湧いたね。じゃあ大丈夫だ。だけどセンターから来る可能性がある。まあ、AR こんな感じで、しっかりと後ろを押さえてあげよう。後ろ来るから、これ詰めちゃおう。で、エルストゲット。センター来てない。エルストで見てみると、多分こっちから来てる。で、落としちゃおう。ちょっと適当だったね、今の。二人やった、あとエリアだけ。ナイス。で、味方が湧いたってことは、敵のリスが遠くなっている。味方がエリア出ちゃった、なぜか。ここは入ってあげましょう。で、ヘルストもゲット。スナイパーヘリまで出たね。あ、これはカードサインは良かったかな。で、ヘリ呼びます。で、敵はもう来ている可能性があるね、ここ。もう入ってくるかも。構えておこう、ここ。大丈夫かな？来てるね。一枚だけ。まあ、こういう頭足をしっかり乗っけるのがソードフィッシュの強み。さあ、後ろ見てみよっかな。ここ赤点あったぞ。まさかの二人来た。まあ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 。で、ここは敵の体力。敵の体力？味方の体力200にして、ヘルスを見てみよう。1枚か？センターいたね、今。やれた、2だ。いや、違う。スナイパーヘリのキルだったから、ヘルスト倒したの1人だけか。なぜかガーディアンが置いてあるぞ、今。そこに。なんで置いてあるんだ、そこに。弾置いとこうか。いやー、敵もソードフィッシュ。いや、増えてきたね。その COD の、
武器の弱体化どういう風に行われてるかっていうと、完全にデータで判断してるんですよね。データっていうのは、例えばだけど、ちょっとそいつぶっ倒してからでしょうか。例えば、一番使用率が高くて、で、キルレとか、まあ、キル数が多い武器がね、弱体化されるんですよね。だから、マドックスとかそういう武器になりますね。だから逆に言うと、使用率が低い武器っていうのは、強化されやすいんですよな。だから本当 COD の武器管理、武器バランスの調整はそういうデータで判断してるんで、ちょっとね、それちゃうやろっていうものがあったりするんですよ。なんか、テテって言った。テテって言ってるの聞こえたから、倒していく。で、スナイパーヘリゲット。左見といた方がいい。味方が右見てるから、僕左見とこう。弾がねやったー！で、エルストレ見ちゃうもん、これ。詰めてくるかもね。うい！まだ生き残ってるかもな、これ。なんか落ちてない？アウガーいらね。敵のソードフィッシュ。勝てへんかったか。ふぅ。まあ、そういう感じの武器調整。僕、どこまでちゃんと喋れたかわかんないけど。そんな感じです。今日ちょっと筋トレした後だから、ジム行った後だから、すげえ腕が疲れてる。腕というか肩トレやったから、肩なんだけど、実際は。強い！ああ、逃げ切れんかったか。なので、このままね、ソードフィッシュ使ってる人が増えれば、多分弱体化来るんじゃないかなっていうね。まあ、ちゃんと運営側仕事すればだけど。たまに仕事しないからな。ペンタか。ペンタもっとつけてるな、多分。どうする？こういう狭い道な、入るのな、難しいよな。いや、ペンタ！しんどけや。これ、そうだな、リスポーン的に、こっち来そうな予感がする。まあ、これはもう経験の判断だけどさ。味方は倒したかな？いるどこ見てるんだろう、あの人。なぜそっち見てるんだろう。で、ここ湧いてくるね。こっち来るかな？こっち来ると思う。こっち来ると思う。いや、いいスライディングだね、今の人。味方は来てる。あ、マジでやられた？いや、よかったな、今の。ちょ、ヘルスト取っとこっか。ここで使っても、微妙い気がする。で、僕、なぜ今こっち見てるかっていうと、次のリスポーン、大回りでね、取りに来るやつがいないかなって見てるけど、さすがにそこまで考えてないか、敵は。センターカバーしてあげよっか、これ。どういう置き方どういう、何を守ろうとしてるんだろうね。で、今、最後のレーダー的にこっち来てるやついたから、ちょっと接近戦になるから、これにしとこう。で、倒して、センターのカバーしよっかな。大丈夫か君。カバーしとこっか。大丈夫そうだな、エリアに行っとこう。ナイス。で、敵奥から切ったね。こういう頭足で押さえてあげるのが一番強い。エリア入ってない。エリア入るか。いや、ここ外したらまずいな。多分。ワンコ来た！お、グラビティで倒したのか。味方こっち来るぞ、敵多分。いやー、ちょっとね、今撃ち合うべきではなかったに。あと、こういう場所に入ってあげると強い。本当はローテすべきだけど、まあ見といてあげるか。上がってもいいぞ。ゴー。行こうぜ。まだ来てる。なんだこのさ。さすがに。いや、いる。こっち見てるし。オッケー。で、ヘルスト取っとこうか、このまま。カドマッチ。来るかな。来るね。で、赤点出したから。何？何の爆発だよ、今の。こっち来ないか？いや、来るね。うまーい、ナイス。敵奥来るな。顔出しちゃおう。さすが、この溶け方。相手が悪かったわな、今のは。
なんか今映ったよね。なんで映った？たまたまかな。たまたまレーダーチラって僕の視界に入ったからかな。いるねそこ。スレッシャーか。中立しつつ飛び出してきたか。まあここでヘルストーム使って、お前がマジか。3枚抜き当たるかな。当たる、これは当たる。で体力200。 OKOK。 敵は多分正面だね。ワンチャン戦隊いる。あそこの頭しゃけ押さえて、あれいない。パンチ惜しい。いやもう時間ないから敵に回り込んでくると思わなかったんだけどな今の。はい、というわけでお疲れ様でした。もう56球だけどダメージ数すごいな。8000か、さすがだな。多いなー、ソードフィッシュ。これ絶対弱体化されるよ。もう使ってる人多いもんね。まあちゃんと運営が仕事をすればだけど。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ今日はそれを全然迷彩見てなかったね。1000円の迷彩を使ってきましたというわけです。また次の動画よろしくお願いします。お疲れ様です。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Open when it's gone.